殺人鬼の死体と同じで中に紙切れが入ってるね。誰かがこの方法で何かを伝えようとしているのかも。化け物を倒していけば、このレイクミドルについてもっと知ることができるはず。影の黒幕には大抵おかしな趣向があるものさ。そいつは計略を張り巡らせ、猫がネズミでもいたぶるように無知な僕たちをいたぶっているのさ。けど対処法はある。指は一つが腐敗しきった花嫁を僕たちの元に呼び寄せた。それから本、ピルケース、おかしな標本、屋根裏部屋の展示品一つ一つが化け物どもを僕たちへと引きつけている。触ってはいけないものに触れたことで災難に襲われる。これはあらゆる文化圏の呪いにまつわるおとぎ話でよく見られるパターンさ。けどこれを逆手に取れば、化け物が来るのを待つのではなく、私たちの元におびき寄せる。そう、もしかしたら次に現れる化け物を選ぶことだってできるかもしれないよ。よく観察すれば簡単な話さ。これらには一つ一つに壮絶な物語が込められているんだ。だからこそそのストーリーを先読みして奴らの弱点をつくことができれば、勝利は僕たちのものさ。確かに危険な賭けにはなりますが、やってみる価値は十分にありますね。何はともあれ、ずっと主導権を握られているよりかは良いかと。ホラーペディア、化け物の弱点が見抜ける確率はどれくらい？ほぼ 100% だね。このホラーペディア、一人なら確証はないけど、ここには創作タイプのホラーペディア嬢がいるじゃないか。まさか私のことじゃないわよね。君以外に誰がいるのさ。君はとても賢いし、ホラー映画における豊富な知識を兼ね備えてる。まさにホラーペディアの称号にふさわしい少女だよ。あいつっていつもあんなにうざいの？それとも今限定の嫌がらせ？悪い人ではないんですよ。ただ少し変わっているだけで。ズバリ、最高のパーティーの始まりだね。人を狂わせる霧、呪いに満ちた屋根裏部屋、雨降る夜に無数の怪物たち、心の底からの称賛を我が愛する森の小屋よ。よし、これが最後の紙切れかな。ミス・ベルティ、小屋の後ろにある紙切れは全部揃いましたよ。先ほどジェニファーとミス・ソネットの様子を見てきましたけど、まだ少し時間がかかりそうです。でもすぐに戻ってくると思います。そう、ありがとう。ミス・ベルティ、一つ質問しても？もちろん、どうぞ。あなたが今一番欲しいものは何ですか？大きくても小さくても、おかしなものでも、もしくは深刻なものでも、何でも構いません。私が欲しいもの？そうだね。今は特にないかな。すっごくすっごく小さいものでもいいんですよ。例えば飴玉とか、休日とか、柔らかいベッドとか。
今の生活にはこれで満足しているからね。ずいぶん驚いているようだけど、他の人からは答えを聞いたの？ええ。ジェニファーはふかふかのベッドとバスタブ、ミスターホラーペディアはコーヒーかガム、ミス・トゥース・フェアリーは多種多様な魔性の歯、ミス・ソネットは、ん？ドフィーが一かけら欲しいそうです。今までしっかり味わったことがなかったので、もう一度食べてみたいと。無事にここから出られればどれも叶えられることばかりだね。兄、君は？君が欲しいものは？私が欲しいもの？内緒です。今はまだ言えません。けど、皆さんに贈り物を用意させてください。私にはあまり友達と呼べる人がいないので、皆さんは私にとってとても大切なんです。タイムキーパー、ミス・アニー、こちらにいらしたのですね。情報収集が終わりました。早速解読してみましょう。うん、そろそろ戻ろう。ところで、気づきました？ん？雨が止みましたよ。